ようございます。朝ごはんはこれ食べます。オイコス、これに蜂蜜をかけて食べたいと思います。本当はさ、ナッツ入れたかったんですけど、ナッツ買うの忘れちゃったので、これで食べます。はい、じゃあいただきます。美味しい。ナッツ買えばよかった。本当、今ね、時間が10時14分なんですけど、今日の12時からなんと念願のパーソナルカラー診断に行ってきます。めちゃめちゃ楽しみ。ずっと行きたかったんだけど、なかなかこう行く気分にならなくて、もう1年ぐらい経っちゃったんだよね。で、なんか YouTube でパーソナルカラーの動画見てたんだけど、あ、やっぱりちょっと自分も調べてもらいたいと思って。やっぱさ、似合うアイシャドウとか服とかさ、自己判断じゃ分かんないなと思って行く決意をして、昨日ね、予約を取りました。超楽しみ。私は自分ではイエベと思ってるんですけど、実際どうなんだろう。もしブルベとかやったら、もう持ってるコスメとかちょっと変えないとやばいでも楽しみ、本当に。やっぱりね、手っ取り早く垢抜けるには自分のパーソナルカラーを知ってた方がいいらしいよ。だから私も、まあ、去年よりもっとね、綺麗になるために、まあ、垢抜けるために、はい、調べてこようと思います。所要時間がね、2時間だったから、ちょっとじっくりね、教えてもらえるのかな。なので、もうちょっとしたらお家出るんだけど、帰ってきたらどんな感じだったか結果報告します。本当はさ、診断してもらってるところ撮りたかったけど、急遽昨日撮ってアポ取れてないから、多分厳しいと思うんだよね。ごちそうさまです。美味しかった。なんかさ、私パルテノ派だったけど、オイコスいいね。オイコスの方が美味しいかも。で、今から歯磨きして、ちょっと化粧直して向かいたいと思います。じゃあ一旦失礼します。コーヒー飲みます。はい、ってことでパーソナルカラー診断終わって、今家に帰ってきました。とりあえずこのホットコーヒー飲みます。あー、美味しい。でね、でね、結果から言うと、めちゃくちゃ行ってよかった本当に行ってよかった。このパーソナルカラー診断、もうめちゃくちゃスッキリしたし、あ、自分はこんな色が合うんだっていうのを知れたから、今後楽しみでしかないんだよね。で、私はずっとね、自分がイエベ秋だと思ってたんだけど、イエベ春だったんですよ。そう、だからびっくりして、で、さらにその中でどんなこう色味が合うかを見てもらったんだけど、ウォームスプリングっていう色味が一番合うみたい。結構暗い色を選びがちだったんですよ。アイシャドウとかもなんかブラウンの濃いやつとか持ってたので、ちょっとね、明るめを買おうと思いました。で、帰りに先生におすすめしてもらったコスメを買って帰ってきました。これです。じゃん。で、ケイトの、リップカラーコントロールベースっていうやつで、イエローのリップ下地なんですよ。これが私に合ってるっぽくて、そう、おすすめしてくれたので早速買って帰ってきました。で、もう一個マスカラ、あ、じゃあマスカラじゃない、アイシャドウの下地もおすすめしてもらったんだけど、なんか探してもなくて、そう、とりあえずこれだけ買って帰ってきました。こういうさ、ベース下地あるの知らなくて、めちゃくちゃ感動した。私が無知すぎたのかも。こんな感じで、リップモンスターの種類かな。色味はこんな感じで、イエローベースですね。で、まずこれをね、下に塗って重ねるっていうか、私の合わない色味とかも重ねるとなんかいい感じになるらしくて、今持ってるコスメでも、もし合わなくても使えるよっていうリップです。だからこれ本当に知れてよかった。てかね、これはね、本当に課金して損はないと思う、このパーソナルカラー診断は。で、特に私は16タイプのパーソナルカラー診断をやったんだけど、基本の4シーズンのみの調べるやつもあるんだけど、多分ね、この16タイプでちゃんと調べた方が
絶対いいと思う。詳しく色味を調べてもらえるから、もうこれからほんとさ、選ぶ服とかなんかアイシャドウとかそのメイク系も絶対さ、なんか垢抜けていくと思うんだよね。もう自分を攻略できるっていうか、セルフでこれかなって思ってモヤモヤするよりは、ちゃんと調べてもらって自分に合った色味を買っていく方がコスパもいいと思うから私もうちょっと早く行けばよかったって思うぐらい本当に良かった。で、私さ、今回さ本当にプライベートで行ってるし全然アポとか取ってないじゃん。先生に相談したんですよ。私こういう Vlog とか撮ってるんですけど本当に良すぎてちょっと名前出して紹介してもいいですかみたいな相談したら、もうぜひって言ってくださって、そうそうそう、だから私がさ今回行ったところのサロンを紹介するね、ルミエルスタイルっていう上野御徒町にあるサロンに行ってきました。3人講師の方がいらっしゃるんですけど、私はねゆり先生に見てもらいました。ゆり先生ね、めちゃくちゃ可愛くて、可愛いと綺麗をもう兼ね備えた感じ。もうそれだけで癒されたんだけど、もうなんかもう優しいし、お話が本当に上手すぎて、そのカラーでも勉強になったんだけど、なんか話し方もこういう活動してるからさ、すごい参考になったっていうか、もうトータルで勉強になりましたね。そうなので、私本当に今回行ってよかったなって思うから、もし自分のパーソナルカラーまだ調べてなくて、ずっとね、なんだろうってモヤモヤしてる方は、よかったらこの私が行ってきたルミエルスタイルさんに行ってみてください。もうなんかいろんな悩みがちょっとすっきりすると思う。ゆり先生超おすすめです。しかもゆり先生超優しくてさ、私のね YouTube も登録してくれたゆり先生ありがとう、本当にありがとうございました。はい、ということで私はイエベ春ということで、これから、ね、メイクとかいろいろファッションとかもね変えていこうかなと思います。メイクをね本当に変えるのが楽しみ。あと髪色とかもね変えていこうかなと思います。明るい色がね合うみたい。私いやこれ本当にさ、新年明けてまだちょっと経ったぐらいじゃん。だから早めに行ってよかったわと思って、この1年間でどんだけ自分がさ可愛くなれるかっていう、なんか想像しただけでもちょっとワクワクする。てかさ、私朝オイコス食べて何も食べてないよねってことで、ちょっと今ね4時15分なんですけど、ちょっともうちょっとゆっくりしたらご飯作ろうと思います。ちょっともうちょっとだけゆっくりする。はい、じゃあ晩ご飯作っていきます。今日は私がよく作る担々スープを作ります。まずね、ひき肉を炒めます。作りすぎた。はい、ネギ乗っけて完成です。いただきます。あ、美味しい。もうこれはさ、私の定番料理ですね。痩せスープみたいな。思ったより多く出来上がっちゃって、多分ね明日の昼夜これになるとして、3日目の昼ぐらいまで持ちそう。大体一人もんでそんなもんだよね。なんかさっきまでちょっとゆっくりしてたじゃん。ずっとねイエベ春のコスメと色味のファッション調べちゃうんだけど、やばい、もうずっと時間あれば調べちゃいそう。9点今ずっと見てんだけどさ、やばいよ、もうコスメばっか買っちゃってさ。でもさ、なんか研究するの楽しいよね。今日もこの後ね半身浴する。え、地震かと思った。なんかすごいどんどこ上から音がする。てかさ、最近なんか上めっちゃうるさいんだけど、てか何の音なんだろう。なんかドドドンドドドンみたいな音なんだけどさ、人間、それともなんかそのワンちゃんとかさ、ドドドンみたいなしないよね。何なんだろう。なんかゲームやってんのかな。怖いんだよね、ほんとドドドンってされるとさ。え、待って、すごいドドドン、怖くない。なんかドドドンってされるとほんと地震来たかと思ってさ、ほんと焦る。やめてくれー。せめて昼にしてほしいよね。夜ってのがちょっと怖いんだよね。てかやっぱこのスープ美味しい。うん、ごちそうさまです。ちょっとゆっくりしたいとこなんだけど、これはもう入った方がいい気がする
なんかね、ちょっとだるさが出てきてるのよ。なぜかちょっと眠たさも来てるから、お風呂入って目覚ました方がいいよね。あー、めんどくさいな。なんかお風呂ってさ、入るまでがめんどくさいんだよね。まあでも頑張るか。よし、じゃあちょっと食器洗ってお風呂入ってきます。今日も眠らさきのシナモンの入浴剤使ってます。すごいいい香りなんだよね、この眠らさきのお湯。はい、ってことで、あともう20分ぐらい浸かりたいと思います。わー、黒ランタンのアイス食べたい。お風呂上がりに食べたら絶対美味しいよね。明日の朝食べよう。我慢。ちょっとこの柚子蜂蜜茶飲みます。これね、美味しいんだよね。このぐらいかな。はい、完成しました。なんか黄色いからさ、プーさんみたい。最近ね、結構この柚子蜂蜜茶を飲みながらマッサージしてダラダラしてます。今日はなんかすごい美意識が高まった一日でした。なんかさ、私の視聴者さんさ、みんな美意識高いよね。すごい DM とかさもらって話聞くと、めっちゃみんな美意識高いなと思う。たらまたみんなでさ共有し合おう。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさーい。